放送席、放送席、そして神宮のスワローズファンの皆さん、お待たせいたしました。今日のヒーローは今シーズン2勝目を挙げた高橋奎二投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。チームは連勝で今日の登板を迎えました。まずバッテリーを組む中村捕手とどんなことを考えて、どんなことをテーマに今日はマウンドに向かったんでしょうか。そうですね、僕自身、前回と前々回と、初回に点を取られたので、なんとか、初回にゼロで抑えるという気持ちでマウンドに立ちました。初回どころかずっとゼロを並べて、結局7回をわずか1点に抑えた。今日のこの内容というのはご自身手応えはいかがでしょう。そうです、変化球も、しっかりゾーン内行ってましたし、三振も多く取れましたし、今日のピッチングはすごい良かったかなというのを思います。特に7回2アウト満塁というピンチを迎えて、ただ岸選手を三振に取ったあの気迫、ものすごかったですね。はい、あそこでフォアボール2つ出して自分でピンチを作ってしまって、情けなかったんですけど、そこからちょっと切り替えて、三振取れたのでスコア良かったかなと思います。先週日曜日石川投手が完封、連敗を止めて、今週は吉村投手、そして小川投手と先発陣、いい流れしっかりつなぎましたね。そうです、いつも高橋が流れを止めるっていうことをよく言われているので、今日なんとか、流れを止めずにいい流れで終われたので本当に良かったなと思います。これでチームは今シーズン2度目4連勝となりました。さあ後半戦も、ね、交流戦も残りわずかとなっています。明日へ向けてチームを代表してファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、いつも熱いご声援ありがとうございます。今最下位ですけど、絶対 A クラス目指して頑張るので、熱いご声援よろしくお願いします。 A クラスでいいですか。改めて聞きますが、優勝目指します。ありがとうございます。今日のヒーローは高橋奎二投手でした。甘いもあんま食べれないんですよ、ね、あ、そうなんですか。ちょっと重たいんで。あ、まあ分かる気がします。32歳まあ分かる気がしますよ。60番なんで宮さんの後継者として恥じないプレーを頑張りたいと思います。君たちでキャッチボールしても仕方ないのよ。 LINE してって話そういや、しおみとかいらない。いや、いらない。 かけないでしょ。あ、アンパンマンですよね、やっぱちょちょちょ、だからそれを聞いてるんだその代わりあの頭変わるんでたくさん作られるんで。その身も蓋もないこと言うんじゃないんですよ別に。かっこいいね、慶応大学。いやいや、でもなんかそういういいね。ワインのコンビニで買ったりして食べるのも幸せ。